このカメラに求めるのは合成と連写とやっぱりシャッター音。ゆるほど。というわけでこんにちは、たかしでございます。本日もね、ゆるゆるとカメラの紹介やっていきたいと思います。ついにね、キヤノンの 1DX Mark III がね発表になりました。これね、またオリンピックに向けたカメラということで、キヤノンさんもね、すごく気合を入れて作られているんじゃないかなと思います。でね、このカメラも、連写に特化したカメラ、そして、耐久性っていうのかな、に優れたカメラということで、プロの皆さんはね、お待ちかねになっているんじゃないかなと思います。この1個前のね、カメラ 1DX Mark II、 これ発売されたのは2016年ということなんで、もう3年ぐらいが経過しているということでね、そろそろ、いい頃合いなんじゃないかなと。ではね、早速、どんな感じになっているのかっていうのを見ていきましょう。ホームページの方を見ながら行くといいのかな。まずね、画質、新型映像エンジン DJIC、 新開発 CMOS センサー搭載ということで、画像ですね、画質はもうすごく向上しているのは間違いないです。で、ISO に関しても、前回の Mark II よりも向上しているということなので、そのノイズ処理の能力かなは、ちょっとここはね、楽しみなところでありますね。でね、あと動画がね、 4K の 60p がついてます。なかなかね、この 60p 対応している一眼レフって、この、王道というのも変ですけど、御三家ニコンとかキヤノンとかソニーではあんまりなかったんですけど、 4K60p ということでついてきます。で、オートフォーカス、これね、やっぱりオリンピックの動き回る選手たちを撮るためにいろいろ考えられてるんじゃないのかなと思います。広角ファインダー、撮影用新型 AF センサー搭載と。従来機に比べてこの中央部の画素数が28倍ということで、なんていうのかな、28倍細かくオートフォーカスを合わせることができると。ということで、今までにないね、オートフォーカス、合焦のね、速度であったり精密さっていうのが実現してるんじゃないかなと思います。でね、この AF の技術なんですけど、もう AI が組み込まれてると思ってください。で、ディープラーニングっていう技術があるんですけど、このディープラーニングっていうのは何かって言いますと、この AI に教育をするためのシステムなんですけれども、AI がどんどん発達してきてはいたんですけど、ここ近年で急激にこの AI っていうのの開発の進化スピードっていうのは伸びたんじゃないかなって思うんですよ。皆さんもなんかいろいろね、 AI、ロボットが耳になったり目になったりっていうのがあると思うんですけど、それをね、こうコンピューターに教えるためのこのディープラーニングっていうのは開発されたことにより爆発的な進化を遂げて今現在に至ってます。で、これからもこの技術によってどんどん発達をしていくんじゃないかなって言われているシステムなんですけど、これによってね、 AF の追従であったり精密さであったりっていうのがこのキヤノンのオートフォーカスに練り込まれているということになります。で、あとね、ライブビュー、撮影時のオートフォーカスの合う領域が、最大横約 90% で、縦は 100% 合うようになってます。もうなんかこれね、多分ミラーレスが入ってる感覚でいいのかなと思います。ファインダー付きミラーレスカメラみたいなね。はい。で、前回は横立って 80%、 80% だったんで、画面のね、ほぼ全域に広がると言っても過言ではないぐらいオートフォーカスがライブビューでは合うということになってます。で、これがね、ちょっとポイントなんですけど、オートフォーカススタートボタンに新しいギミックが搭載されていると。で、これを押すことによって、おそらくなんですけど、この AF を合わせる位置っていうのを指定できると。なんていうのか、ちょっとしたこっち気味、なんていうの、右上気味で押すと、オートフォーカスが右上でピッとあったりとか、なんかそういうことなのかな。なんかちょっとこれも見てみないとわかんないんですけど、これもね、一つ楽しみなポイントかなと思ってます。で、次、連写。連写に関しては、今まで、Mark II では広角ファインダーでは、このね、覗き窓からは、14枚の連写だったのが、これが16枚になると。で、ライブビュー、このモニターを使った撮影では
16枚から新しいものは20枚になりましたということでね、これもだいぶ進化してますよね。でさらに、Mac 2からローでのですね撮影枚数が5倍以上になっているということなんで、こちらもねすごく素晴らしい機能かなと。やっぱりね、次に言いますけれども、CF のエクスプレスカードに対応するということなので、これがね多分そこのところで構想してるんじゃないかなと思います。であとはね、バッテリーなんですけれども、以前と同じ型番の、LPE19 というのを使用しておりますと。でこれね、新しくいろいろ見直した結果、消費電力を節約することに成功したということで、これもね飛躍的に向上しているんじゃないかなと思います。ちなみにここに書いてあるのは 1DX の Mark II だと約1210枚以下の充電で撮影ができたということで、どれぐらい伸びるのかこれも楽しみですね。そしてね、やっぱり楽しみなものが一番初めに言ったんですけど、シャッター音なんですよ。これもね、いろんな人たちが集まって、写真を撮ったりとかする場面があったんですけど、もうね、僕が α7 の R3 使ってて、でおばちゃんたちがニコンを使ったりキャノンを使ったりとかしてたんですけど、もうひときわねこう空を裂くような気持ちいいシャッター音を出していたのが、この 1DX の Mark II だったんですよね。でその人もこのシャッター音のためにこのカメラ使ってるんだって平気で言ってたんでそのくらいねいい音がするんですよ。音なんか関係ないじゃんって言うかもしれないんですけど、撮ってて気持ちいいはすごくね撮影の時のテンションが上がってくると思うんで、これね結構大事なポイントだと思うんですよね、個人的にですけどね。はい、というわけでね、キヤノンの 1DX Mark III の発表がありましたということで、今後ねもっと詳しい情報、例えば画素数とか、個人的には一番画素数が気になるかな、画素数とかね細かい情報がまだ発表されていないので、その、発表を待ちたいと思います。でね、概要欄のところに今キヤノンさんの発表している情報っていうのをまとめたサイトというか、キヤノンさんのサイトですねがありますんで、こちらも貼っておきますんで、よく見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。もうねオリンピックに備えて各社動き出す時期になっているので、ニコンさんもすごく楽しみにしてます。ぜひいいカメラをよろしくお願いします。というわけで本日以上になります。ありがとうございます。